どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、今日はですね、 LINE ふわふわダンクのイベントが始まったということで、2週間ですね、おじさんがですね、どこまでいけるのかちょっとやってみようかなということで、ちょっとね、チャレンジしてみようと思います。まあこの手のゲームはですね、今までもいろんなゲームアリーナとか、もちろんブードゥー様の本家の方もやっておりますし、このスポンですね、このスポンというやつが行くと、普段は、このゴールに入れたら1点なんですけど、スポンって行くと2点3点4点ってこう1回入るごとのポイントが、これは4点5点みたいなね、これがだからもう序盤、このゴールの幅がですね、奥に行けば行くほど狭くなっていくので、ちょっとまあ当たっちゃうんですけどね、10連ぐらいしたいですよね。10連するだけでもそれだけ55点いくんで、ただこれもうなんか全然100点は超えられそうですね。100点ぐらいいって危ない、100点ぐらいいって何位ぐらいなのかっていうのはちょっと見たいところなんですけど、こういう回避ね、こういう回避も結構大事になってくるぞと。おい、あ、すんなり、ちょっと待って、一発目のプレイで普通に100点超えれましたね。前回この LINE ゲームいろいろ紹介する動画で1時間ぐらいやったけどな、1時間ぐらいやって全然、まあでもまあ最高記録更新したから順位を見るにはちょうどいいですね。さあ、これで何位ぐらいなのか。うわ、1800位、あ、でも1900位ですね。思ってたより500位の壁厚いっすね。いや、ちょっと待って、少なくともやっぱ500位以内ぐらいまではいかないと、なんでしょう、ガチったところで無理っていう感じが、結構ありますね。イートホールもね、なんだかんだ昔やってたストックというかね、PS ストックがあったんで、いきなりその500位以内とかさっといけたんですけど、そうか、100点だと全然なんですね。ちょっとまあ3桁までは行きたいところだけど、あ、でもちょっと待って、今調子いいぞ。あ、なんだろう、あ、いいぞ、10連、11連、あ、ちょっと待って、これ来てる、ちょっといいぞ、いきなり、ちょっと待って、もうコンボだけ100点いったやん。こっから、ちょっとまだいけるぞ、全然まだいけるぞ。あー、ダメか。さあ、現在7倍速でお届けしております。このゲームですね、最初は穴が広くて徐々にこう狭くなっていくんですけど、結局穴が通れるサイズまでにしか小さくはならないので、意外と、スポーンがもう無理だっていう大きさになっても結構いけましたね。よしよし、今のところなんか危なげが取り、あ、ちょっと、これ広告見ますわ、広告見て復活します。よし、200までちょっと行きたいですね。200の、お、ナイススポーン。あー、200で何位ぐらいなのかっていうのを、危なっ、あっけ、危ねえ、超えたぞ。あし、これさえ超えちまえば、やっぱ危なげのあるやつがこう連発では来ねえから、まあ、中央は大丈夫なのよ。やっぱこのゲームでやられがちなのは下ね、下にめちゃくちゃ近い、リングの時に、こうジャンプし損ねて、あの地面に当たっちゃうみたいなね、その辺結構危ないんで、オッケー、危ねえ、これ、ばー、200いかれへん。ちょっと上下差つけてこられるとね。さあ、これでな、あ、また着せ替えとかがいっぱい来る。まあ2回目やからな。700位台まで来ました。よし、3桁まで来れれば500位は見えたな。オッケー。さあ、ここから10倍速でお届けします。最初の 1,2 回目がね、だいぶうまくいってたんですけども、こっからちょっとスランプと言いますかね、やっぱりおじさんなんで集中力がそんなに続かないっていうのもありましたね。で、最高得点を目指すなら序盤でスポンをとにかく連発しておかないと、そこで、ね、点数ある程度貯めて、そこからあとはもう PS 勝負みたいな感じにしないとね、最高得点見込めないなということで、序盤でミスりすぎた場合はですね、もうすぐリセットしてやり直すみたいなのを繰り返して、とにかくまずは200点超えをね、ひたすら目指して、頑張っていきました。ちょっと待って、もう1000位切ったやん。1053位まで落ちてますね。
記録更新できんかったらやっぱ猛者たちがどんどん抜いていってますわ。そろそろやべえ、スタートよね。とにかくスタートでうまくいかないことにはもうな希望のかけらもねえのよ。ちょっとマジで、まだ全然挽回できる、まだ全然挽回できる。なんだろうね、これ奥の方まで行ったところをちょっと長いことやってしまうとスタートここら辺がね穴が広すぎて逆にみたいなね。それは若干、まあ、言い訳でしかねえけど、あちょっと待って、でもわ悪くない悪くない、10連はできそう。よし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 、オーケーオーケーオーケー。ちょっとこの辺からでけえな、一発12、3ポイントだから、ああええやんええやんええやん、あーええやん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 、このまま行こうぜ。あーちょっと、まあ妥協範囲だね。200狙うならここから、ええやん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 、これむずい、あーこれはむずいね。ただちょっと待って、こっから50ならいけそう。最悪ミスと広告見れることを考えれば、あーええやんええやん、スポーン率高い、あーくそ。なかなかこう勢いに乗れないっていうね、4連ごときじゃただの4点だからね。あーええやん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 、いけーだー、ちくしょーた、ちょっと待って、これ全然あの広告見ずともペース早いから、まだ動くリングがそんなに多くもないし、ええやんくそくそ、しかしだからこれノーミスで200全然いきそう、ノーミスで200、あーええやん、決めろ、よしよし200 OK、 よしよしよし、行けるときに行っとかないとこんなチャンスは、危なーナイスナイス、超えたぞ、調子こいた、これちょっと広告見ます、これは最高記録伸ばしていこう、よし、ちょ300ぐらい狙っていきますわ。違う、今2回当たったの、手が2回当たったんだって、これもう広告見た意味全然なかった。まあ800位か、なるほどな、やっぱ時間経てば経つほど横移動とかのやつは増える、まあ OK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 、 だからこの辺が僕の PS の天井だな。 OKOK、 まあ800位切ったけど分かりました、もう僕がプレイできる時間は多分もう5分ぐらいなんですよ。5分ぐらいでも絶対ミスってしまうから、もう序盤でいかにスポーン連発できるかゲームですね。しゃ、これはいける、これはいける、 OK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  300オーバー、しゃい、あとはもう伸ばせるだけ伸ばしていきます。割とまだ全然やべえ配置が来て、ああこれ危ない、これ危ない、ナイスナイスナイス、ああいいね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 、危ねえ、ああもう危ねえの超えた後ミスりがちだな。おお500位切りましたね、賞金圏内、とりあえず入りました。まあここで満足は全くしてないですけど、さあここからは30倍速でお届けします。まあなんとなくですけれども、こうスポンってこう入れる、なんでしょう、自分の中でのコツをつかみ始めて、割と100とか200ぐらいが普通に出てくる、ような感じになってきました。安定感がだいぶ上がってきたので、これ400までは全然いけるよなって思いながら、ただなかなか出ねえっていうのが2時間ぐらい、続きましたかね。なかなかこれ集中力持たせるのがやっぱ大変なんですけど、あるところでねこうランナーズハイ的な、ノリが来るんでね、それをひたすら待ち続けました。よし、もう大体掴んだ、1234だね、OKOK、 あとはちょ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 んちょんですね、もうこれ大事、ちょ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 んちょんですね、はいはいはい、よしよし、これ高ささえなければちょ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 んちょんで全然いけるんですけど、さあ、まあ、この辺からですね、このリングが傾き始めてからが勝負ですね。もうこの辺はもう勝負余裕ですわ、はい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 、はい、さあさあここら辺から勝負、
よしよし、だもう気負わない。こんぐらい 20×20 ぐらいからなんかちょっと気負っちゃうというかね、まあ難易度がシンプルに上がってくるんですけど、あーセーフセーフ、ちょっと今ミスったかと思ったけど、あーええやんええやんええやん、あーちょっと待って、これ結構いいよ結構いいよ、ただそんなにまだ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 、はい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 、あーただちょっと待って、400はもう全然いくな、400は全然いくな、うわーつーか、あの1個さえミスらんかったらまだ全然コンボいけてたね、惜しい、もったいねー、まあ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 、まあ、全然全然いけそうやん、全然いけそうやん、もう、あーまあ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 、ちょっと この辺からはもう、あでも全然まだスポーンいけるゾーンだな、よし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 、こいつゲーム実況者のくせにこの辺の部分だいたい黙ってたので、早送りでお届けしております、あぶね、よしいいよ、あーまあ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 、広告見よう、これは500いこう、もうね広告見てすぐ死ぬパターンはもう見飽きとるから、そんな笑いはいらんのよ、もうここは500までちゃんと行く、うん、ちょっともう今広告の時間でね、ちょっと今精神統一を図ったゆえ、あーもうほら一発多い、一回多いのよもう、なるほどな、俺がベストスコアを更新するぐらいの時間で他の人も更新してるからあんまり動かないですね、だから更新し続けないとここ維持ができねえって感じですね、ひとまず、1日本気でやったおじさんの結果はとりあえずここでしたね、で1週間後からまたイートホールのイベントが始まるんで、それ始まったらもうイートホールの方ガチろうと思ってるんで、1週間だけ、ちょっとふわふわダンクできる限りね、ちょっと頑張ってみて、いくらお金がもらえるのか、検証してみようと思います、最後までご視聴ありがとうございました。